バチカン写本。左端が第二テサロニケ書テサロニケの信徒への手紙には、新約聖書聖典中のいわゆるパウロ書簡に含まれる一書で、使徒であるパウロがテサロニケの信徒たちに宛てた書簡の一つである。ただし、先行するテサロニケの信徒への手紙一が、ほぼ異論なく、新書パウロ書簡と認められているのに対し、このテサロニケの信徒への手紙には、 新生書館かギジパウロ書館家で、なおも議論が続いている。また、本来の主題は誤った、終末論に惑わされることなく、落ち着いて、日常の労働に励むことの大切さを解くことに、あったのだが、後にはそこから離れ、中世の終末論や、反キリスト像の発展に大きく影響した文書で、あるとともに、共産主義と神話的なスローガン。 働かざる者食うべからずに結びつくこととなった文書でもある。この記事名に用いたテサロニケの信徒への手紙には、新共同約聖書に基づくもので、他に、テサロニケ人への後の書、テサロニケ人への第二の手紙、テサロニケの人々への第二の手紙、テサロニケ人への手紙第二、フェサロニカ人に達する後書きなどとも訳されることがある。なお、 ネストレアーラント第28版での署名は、ギリシア語、パイオミクロンシグマシータシグマシグマラムダオミクロン、シグマとなっている。伝統的には、パウロの書簡とみなされていたが、近代以降、パウロの申請書簡に属するかどうかについては、議論がある。文献学的アプローチを取る学者からは、否定的見解が提示されており、このためしばしば疑似パウロ書簡に分類される。そのテーマは、 週末が訪れていると信じて浮き足立つテサロニケの信徒たちに対して、キリストの再臨に至る筋道を示すことで、それがまだ来ていないことを確認するとともに、落ち着いて、日々の労働に励むことの大切さを悟すことにある。第一テサロニケ書との重複箇所も少なくないが、独自性を発揮している、不法のものに関する描写は、ヨハネの目視録などとともに、 後代の反キリストのイメージの発展に影響を及ぼした。また、日々の労働の大切さを説いたことは、働こうとしないものは、食べることもしてはならないは、キリスト教の労働観に影響を及ぼしただけでなく、20世紀には、霊人による改変を経て、働かざる者食うべからずという不労所得による搾取を否定するスローガンとしてソ連などの共産主義諸国の憲法にも盛り込まれた。 これが、日本国憲法の勤労の義務につながったという説も、ある。第二テサロニケ書の第一章一説には、著者としてパウロ、及び同行者の知り話の、手も手の名があるが、著者問題については、パウロが生前に執筆した申請書簡とする説、パウロの死後に別人が執筆した、議事書簡とする説のほか、パウロの生前にその意を受けて近しい人物が第一 テサロニケ書の真意を敷衍したと見る、大筆説などもある。聖典中のパウロ書簡をすべて申請書簡とみなす、カトリックのバルバロ約聖書や、福音派の申請書辞典は、当然これも申請書簡とみている。エフェソ書やマキカイ書簡について、申請書簡、議事書簡の両論が併記されている、フランシスコ会約聖書の解説でも、 この第二テサロニケ書については、現代のほとんどすべての聖書学者が、新章パウロ書館と認めていると述べられている。同じく、エフェソ書やマキカイ書館がほぼ新聖書館とは見なせない、ことを明記している、新約聖書略下でも、第二テサロニケ書について、兄弟多数の人々が、新聖書館の立場を採用していると述べられていた。また、議事書館の立場を取る辻学部も、 申請書簡とする説が根強いことは認め、ことに20世紀末から21世紀初頭の北米で出版されている中介書はほとんどがそうであると指摘している。保坂隆殿も議事書簡の立場を取るが、巻き替え書館などと比べたときには、議事書簡とみなすことの確実性が落ちることは認めている。 他方で、ギジ・パウロ書館とする立場を取るギュンター・ボルンカムは、今日多くの研究者によって、ギジ・パウロ書館と位置づけられていることを指摘し、認識の正当性を主張していた。ドイツ語圏の動向については、松永晋一も、ベルナー・キュンメル、アルブレヒト・エプケなどを除けば、多くの研究者がギジ書館の立場としている。 旧約新約聖書大辞典のテサロニケ書の記述はビリー・マルクス戦の記述が土台になっているがそこでも申請書関節を擁護するのは今日ほんのわずかとされている申請書関節に立っていた山谷正吾も1972年の仲介書でマルクス戦の見解などを踏まえつつ有力になりつつあるのはギジ・パウロ書関節であるとしていたまた 新アメリカ聖書のカトリックスタディバイブルでは、疑似書簡と見る説が近年ますます推進されていると述べられている。上智大学の編纂した時点では、1950年代のカトリック大時点で新聖書簡説が取られていたのに対し、21世紀の新カトリック大時点では疑似書簡説に差し替わっている。カトリック教会の聖職者では、 ベネディクト会のミュンスター・シュバルザッハ修道委員長のアンゼルム・グリューンも第二テサロニケ書がパウロ以外の著作であると明言している。議事パウロ書館を支持する論者の中には田川健造のように論拠のいくつかを挙げた際に真っ当な学者はほぼ皆さんがこれと同じ立場であるとする者も,もいる。他方で自身が議事書館の立場に立つバート・ディ・アーマンは 体制の優秀な学者が、っ二つに分かれて議論している。この書簡は、議事書簡の中でも、その作者をめぐって、最も熾烈な論争が繰り広げられているとした。文国政寿のレジスビュルネの概説書のように、どちらが優勢かを記さずに純粋に両論を、平記するにとどまる文献もある。なお、議事パウロ書簡の立場に立つ論者の中でも、実際の著者については、パウロの思想を、 よく理解し、尊重していた人物と見る説が多い一方、そうした思想の継承に会議の目を向ける論者もいる。パウロの弟子であり、執筆者の一人となっている手も手を著者とする説もある。この書簡も、新約聖典の他の文書と同じく、内容から執筆年代を推測するほかはないが、以上に見てきたように、この書簡が申請書簡であるか議事書簡であるかが、 定まっているとは言い難いため、どちらの立場を取るかによって推定される年代は大きく異なってくる。パウロの第2回伝道旅行。第2テサロニケ書が申請書館なら、この旅定のいずれかの時期に書かれた。伝統的アプローチを取る学者は、本書館は第1テサロニケ書から時を置かずに書かれたと考えている。というのも第1の手紙に書いた。 キリストの再臨について誤解している人々がいることを知ったパウロがその誤りを正すために書いたと推測できるからである。パウロは自分が述べたキリストの再臨が今にも訪れるというわけではなく、それに先立って滅びの子が現れると述べている。こうした強制を目的とする執筆だったという見解は村取聖典目録でつに示されていた。パウロが 第二回電動旅行でテサロニケに着いたのは、西暦四十九年もしくは五十年とされ、その後に、ベレア、アテネ、コリントと移ったパウロが、派遣していたでしてもてから、テサロニケの様子を聞いて執筆したとされるのが第一、テサロニケ書で、五十年、ないし十一年頃とされる。第二テサロニケ書は、それから間もなく、数ヶ月以内の時期に書かれたと推測されている。 首都弦公録第18章から第20章の序述に従えば、パウロはコリントに1年6ヶ月滞在した後に、テサロニケのあるマケドニア属州に赴いているので、直接口頭で指導せずに手紙を書いたのは、マケドニアに赴く前だったからとみなされるのである。なお、神聖書館と見る立場には、第一テサロニケ書よりも、第二テサロニケ書の方が先に書かれたという説も、 1640年のクロテウス以来一定程度見られる。それらの立場ではパウロがベレヤやアテネに滞在していた時に執筆されたとみなされている。また、大筆説の場合、実際の執筆者としてはテモテやシルワノの名を挙げる論者もいるが、そこまで特定できるかどうかには疑問も投げかけられている。事書と見る側の年代推定には幅があり、 その論拠も様々である。まず、第2章1節から12節の中で、不法の者が神の宮に座する事態が未来の出来事とされていることを踏まえ、エルサレム神殿崩壊よりも前の成立を想定する者がいる。他方で、その表現はあくまでもダニエル書などにも見られた伝統的な目視文学のモチーフに習ったもので、現実世界の動きと直結させるべきではないとする。 見解もあり、年代決定の参考情報にしているものにも、同様の慎重さを示す者はいる。他の手がかりとして、作成の動機を挙げる者も,もいる。前述のように、議事書簡説に基づけば、作成の動機はパウロが第一手サロに化書で、強調していた、すぐにも来るという週末を先送りにすることにあったと、されるので、 パウロの没後間もない頃に浮き足立っていた信者たちを沈めるためにその時期に執筆されたと考えられるのである。これらの立場では議事書館の中で最も初期の部類に属する可能性が取り沙汰されている。もう一つの論点が終末の遅延に関する意識である。第二手サロニケ書が終末の遅延の認識、すなわち本来ならば来ている。 はずの週末がまだ来ていないという認識のもとで書かれたかどうかについても議論があり、これに否定的な場合、議事書館の立場を取る論者にも意図的に週末の遅延という表現を避ける者がいる。他方で第2手サロニケ書に週末の遅延を乱す論者は一世紀末頃の作成をしばしば想定しているが、福音書に見られる意識との比較などから、 西暦80年代の成立と想定するものもいる。加減となる指標については、90年頃に編纂されたパウロ書館集に含まれていたことを挙げるものや、マルキオン聖書に含まれていたことを挙げるものなどがいる。執筆地について、古い写本には末尾に、アテネから、ローマから、などと書き加えたものもあるが、前出の通り、新聖書館の場合に、 有力視されているのは、コリントである。他方、議事書館の場合には不明だが、テサロニケの教会に当てられていることから、少なくとも主たる活動場所がテサロニケであった、可能性はあるとされる。また、主要な古い写本では、宛先がテサロニケであることは一致している。ただし、議事書館の可能性も取り沙汰されるいくつかの論点に、対応して、第一と第二のテサロニケ書は、 ケサロニケ教会内の異なるグループに当てられているとするアドルフ・フォン・ハルナックのような説もある。また、ベルヤやフィリピが実際の宛先だったと仮定する論者たちもいる。もっとも、これらの説については、その根拠の薄弱さを指摘する意見もある。現代の聖書の区切り方では、12節で構成される一章。 17節で構成される2章、18節で構成される3章という全3章で成り立っている。新約聖典27文書の中では短い方であり、章を目安とすれば、これと同じか、これより短いのは、ペトロの手紙にとテトスへの手紙及び章区切りがない、フィレモンへの手紙、ヨハネの手紙にヨハネの手紙3、ユダの手紙のみである。その内容は、 冒頭の挨拶、週末に至る予定の提示、怠惰な生活への戒め、結後といったものだが、不死単位で見た場合には、論者によってまとめ方に細かな違いがある。ここでは、いくらかの例ということで、新京同役、フランシスコ会役、新会役、岩波委員会役の四つの込み出しを掲げておく。報じするように、第二手サロに化書には、 第一手サロに化粧と類似する下りが多く含まれ、内容的には3分の1ほどが重なるとも、3分の2ほどが第一章を不縁しているとも言われる。まず、第一章5節から10節に独自の思想が含まれているとするものがおり、そこに含まれた王法の思想にはユダヤ教色が強いとも指摘されている。次に、 キリストの再臨に至るスケジュールを記した第二章一節から十二節は、第一テサロニケ書には、直接重なり合う箇所を持たず、第二テサロニケ書の随所に散りばめられている、第一書からの借用表現も、この箇所には見られない。この部分がこの書簡の核心とされることがしばしばである。講談との関わりから、その箇所を交互約聖書から引用しておく。さて兄弟たちよ。 私たちの主イエスキリストの来臨と私たちが身元に集められることとについてあなた方にお願いすることがある。例によりあるいは言葉によりあるいは私たちから出たという手紙によって主の日はすでに来たと触れ回るものがあってもすぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけない。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり不法のものすなわち 滅びの子が現れるに違いない。彼は全て神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことを繰り返していったのを思い出さないのか。そしてあなた方が知っている通り、彼が自分に定められた時になってから現れるように今彼を阻止しているものがある。 不法の秘密の力がすでに働いているのである。ただそれは今阻止しているものが取り除かれる時までのことである。その時になると不法のものが現れる。このものをシュイエスは口の息を持って殺し、雷臨の輝きによって滅ぼすであろう。不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と、印と、不思議と、またあらゆる不義の惑わし等、 滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの旧となるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいたすべての人を裁くのである。第2テサロニケ書に1から12、交互約聖書これが第1テサロニケ書と矛盾する。 見解と言えるのか、第一テサロニケ書とも共通する見解の異なる側面に過ぎないのか、言い換えれば、パウロ的なのか、ヒパウロ的なのかは、口述するように立場によって受け止め方が異なっている。第3章6節から13節も第一テサロニケに、重なり合う部分をほぼ見出せない箇所であり、 第二章一節から十二節と合わせて、これら二箇所が内容上の特色と位置づけられることもある。こちらも引用しておく。兄弟たちよ。主イエス・キリストの名によってあなたがあたに命じる。怠惰な生活をして、私たちから受けたい伝に従わないすべての兄弟たちから遠ざかりなさい。私たちにどう習うべきであるかは、あなた方自身が知っているはずである。 あなた方のところにいた時には、私たちは怠惰な生活をしなかったし、人からパンをもらって食べることもしなかった。それどころか、あなた方の誰にも負担をかけまいと、日夜、労苦し努力して働き続けた。それは、私たちにその権利がないからではなく、ただ、私たちにあなた方が見習うように、身をもって模範を示したのである。また、あなた方のところにいた時に、 働こうとしないものは食べることもしてはならないと命じておいた。ところが聞くところによるとあなた方のうちのある者は怠惰な生活を送り働かないでただいたずらに動き回っているとのことである。こうした人々に対しては静かに働いて自分で得たパンを食べるように主イエスキリストによって命じまた進める。兄弟たちよあなた方は たゆまずに良い働きをしなさい。第2テサロニケ書3、6から13、交互約聖書有名な、働かざる者食うべからずの転居になっている箇所だが、それに関しては口述する。なお、第2テサロニケ書独自とは言っても、部分的に、第1テサロニケ書館と、ぴったり一致する箇所も含まれる。後継するように、人からパンをもらって、うんうんの一文には、 第一書館と全く同じ文章が挿入されている。第二テサロニケ書は、第一テサロニケ書とともに、いわゆるマルキオン聖書に収録されていたし、村リ聖典目録でも実質的に聖典として扱われていた。そのように、かなり早い段階から、パウロの新聖書館に含まれ、近代になるまで疑われることはなかったが、現在では様々な点から、 議事書館の疑いが提起されている。この種の議論の講師とされるのは、J.E.C. シュミットの指摘である。しかし、彼の議論は申請書館とみなしつつ、第1テサロニケ書の終末館と一致しない、第2章1節から12節を、広大の挿入とみなすものであった。その後、カイエチケルン、ウィリアム・ブレーデが疑問を投げかけ、いくつもの観点から議事書館説を唱えた。 他方で、それらの疑問点は申請書館であることを覆すには、至らないものばかりであるとして、申請書館と見る論者も、少なくない。以下、主要な論点について、双方の主要な立場の概要を示す。第2テサロニケ書には、第1テサロニケ書と、ほぼ一致する表現や文章がいくつも登場している。第一章一節が一言を除いて同じことが、しばしば指摘されているが、 ラティオービーの解説で例示されているのは以下のものである。なお、原文が全く同じでも、候補訳聖書が訳し分けているせいで、日本語分けだと一致が分かりづらい例が含まれている。例えば、第二テサロニケ書3、8の後半は、第一テサロニケに、急に、ほぼ一致する文を見出せる。こうしたことを、どう評価するかは、立場によって異なる。議事書簡と見る論者は、 本物であることを予想をとして、あえて申請書館から表現や文章を流用して散りばめたとみなしている。他方、申請書館と見る論者からは、似せるための偽装にしては、不徹底さが見られるという指摘があるほか、同じ主題を別の角度から説明すれば重複も不自然ではないと指摘されている。第2テサロニケ書は、第1テサロニケ書に比べると、 パウロが受け手に対して示す親密な度合いが弱まっているということがしばしば指摘されている。この点については、パウロが感情の抑制を苦手にしていたことから説明できるかどうかが争点になるが、いずれであっても申請、疑似の判定の決め手とするには弱いとも指摘されている。本書館に2回登場する父なる神と主イエス・キリストという言い回しは、 写本によっては、他のパウロ書簡と異なる言い回しとなり、父なる神とイエスを全く同一視する意味を持ち、非パウロ的な論拠とされることもあるが、記事書簡の立場を取る論者たちにも、そうした読みに否定的見解を示す、者たちはいる。主やイエスの表現については、新章パウロ書簡では、全知しイエヌの直後で必ず、キリストイエスの順になるべきところが、この書簡では、 イエス・キリストの順になっていることや、イエスの後に、必ず、主を関するという他の書簡に見られない特色を持っていることなどに疑問を呈する者もいる。また、ギジ・パウロ書簡とみなしている、田川健造は、ギジ・パウロ書簡に共通する傾向として、長文癖、類語反復、同義語好みを挙げており、実際、第一章三節から十節はそれで一文をなしている。ただし、 たがも、そうした特色は、他の記事パウロ書館に比べて、第二テサロニケ書ではかなり少ないことを認めている。その一方、新書パウロ書館とみなすアルブレヒトエップ家の仲介書では、第二テサロニケ書の用語も文体も、パウロ的であると明言されている。第二テサロニケ書、第二章一節から十二節に示されているのは、そこに描かれた出来事が起こるまでは、 終末が訪れることはないとする考え方である。その中の廃墟の下りには、ダニエル書き、外転、儀典の第一への句書き、第四絵面書などの関連を指摘されるなど、隠し目視文学からの影響が指摘されている。不法のものすなわち滅びの子は、本文にあるように、サタンの働きによって現れる神に反逆するものと理解されるが、 それを今阻止しているものが何者なのかについては諸説あり象徴的に捉える説から現実的な国家や君主などと結びつける説まで様々に提示されてきた。あなた方が知っている通りという表現から少なくともこの手紙が現れた西暦一世紀には説明なしに通じただろうとする見方もあるが単に目視文学にありがちな表現形式を 踏襲しただけで、実際には当時の人々にも分からなかった可能性も指摘されている。こうしたタイムテーブルの提示は、以下のような第一テサロニケ書の終末感と矛盾するという見解があり、それが議事書関節の一つの論拠となっている。私たちは、主の言葉によって言うが、生きながらえて、主の来臨の時まで残る私たちが、眠った人々より先になることは、決してないであろう。 すなわち、主御自身が、天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で、天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々が、まず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも、主と共にいるであろう。第一テサロニケ書4時15分マイナス17。 公語訳聖書すなわち、パウロは、自らが生きているうちに、キリストの再臨が起こるかのように書いていたために、パウロが没すると、もう週末に突入したと認識して浮き足立つ、人々が出るなどの混乱が見られたため、そのようなものはまだ来ないので、落ち着くように進めた、というのである。ただし、申請書関節を支持する論者たちは、矛盾というほどの祖語はなく、あくまでも、 どのような人々に語りかけたかといった対象の違いによって生じた異なる側面からの説明に過ぎないという立場を取る。終末期待は高められる必要がある一方で不安や緊張から共振に走らないように導く必要もまた存在するからである。なお、議事書館と見る論者にも終末館自体に矛盾はないとし、その点の祖母を議事書館説の中心的根拠とする。 ことに慎重な見解を示す者がいる。第二テサロニケ書では、パウロが自身の手紙に偽書が混じっていることに注意喚起する。一方で、この手紙こそが本物であるとばかりに神聖性をアピールしているような記述が複数ある。例により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという手紙によって、主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり、 慌てたりしてはいけない。第2テサロニケ書に、2、交互約聖書そこで、兄弟たちよ。固く立って、私たちの言葉や手紙で教えられた言い伝えを、しっかりと守り続けなさい。第2テサロニケ書2時15分、交互約聖書も四股の手紙に記した私たちの言葉に、聞き従わない人があれば、そのような人には、注意をして、交際しないがよい。 彼が自ら恥じるようになるためである。第二テサロニケ書3時14分、口語訳聖書ここで、パウロ自身が、手図から挨拶を書く。これは、私のどの手紙にも書く印である。私は、このように書く。第二テサロニケ書3時17分、口語訳聖書これについて、議事書館の立場を取る論者たちは、状況設定が不自然であると指摘している。 第二テサロニケ書が申請書館である場合、上述のように、その執筆年代は一連のパウロ書館の中でも、最も初期に属する。また、パウロの権威は、生前には、まだ十分には確立しておらず、生前の、それも、最も初期の手紙が書かれた時点で議書が出回るという、事態は想定し難いというのである。また、最初期の手紙であるというのに、 どの手紙にも書く申請性の印に言及するのも不自然であると、ケルン以来都に指摘されている。その申請性の印としている書式について、当てはまるのは第一コリント学期とコロサイ書のみであり、申請書館の全体に当てはまる印でないことも、偽装の疑いを強化するものとされる。議事書館とみなす論者の中でも最も極端な見解を取る者たちは、 第二章二節に登場している、私たちから出たという手紙を第一テサロニケ書と、みなしつつ、そちらに、手図から挨拶を書くという、どの手紙にも書く印がないことと合わせ、第一テサロニケ書の方を、偽書扱いしていると見る。つまり、第二テサロニケ書こそが申請書館であると主張し、第一テサロニケ書の申請性を否定することによって、その終末館の上書きを狙ったというのである。 この説は、ドイツのリンデマンが1977年に最初に本格的に提示した。ただし、議事書館の立場を取る論者たちにも、ここまでの見解には賛同しない者たちも、少なくない。その場合、第二手サロニケ書は、第一小議書とまでは位置づけておらず、その修正や補完をきとして付け足されたものであるとする、立場が取られる。そこでは、 私たちから出たという手紙が第一手サロに化粧を刺して、言っても、あくまでもそれを受け止めた人々が解釈を誤った、ことなどが問題視されているのではないかとされる。あるいは、申請書簡とした上で、執筆時点に、すでに偽名の書簡が存在していた可能性を示唆する、者もいるが、それは考えがたいと指摘する者は申請書簡の立場を取る者の,の中にもいる。 申請書館の立場からは別の可能性として、パウロは想定されるリスクを予防的に提示したのではないかといった考え方も提示されている。第2手サロニケ書、第2章1から12節に登場する不法のものは、ハンキリストと同一視されることがしばしばである。本来、ハンキリストという言葉は、新約聖書の中では、ヨハネの手紙1、同にのみに見られる言葉であり、 そこでは、キリスト教の教えに背くものという以上の意味を持っていない。また、第二テサロニケ書では一貫して、反キリストの子は用いられておらず、それをここでの終末論の特色とみなす論者もいる。しかしながら、古代から中世にかけて、キリスト教終末論や、反キリストのイメージが発展する中で、第二テサロニケ書の描く、不法のものをはじめとする一連のタイムテーブルは、 中心的な影響力を持ったことも事実である。反キリストは、不法の者やマタイによる、福音書などに登場する、偽キリストなどとも混ぜ合わされ、神に敵対する、具体的な一個の存在として認識されていくようになる。四世紀のキリロスやヒエロニムスもそうした視点から第二テサロニケ書の解釈を展開した。そうした観点は、聖典に含まれるダニエル書き。 ヨハネの目視録に次いで、中世の終末論で影響力を持ったと言われる偽書、メトディウスの予言書にも含まれており、未来予言にあたる、第10章以下の土台に、第2手サロニケ書の第2章1節から12節の、序述が置かれている。また、モンチャンデルのアドソが10世紀半ばに、西フランクオールイ4世のヒゲルベルガの家門に答える、形でまとめた書簡は、 中世ののキリスト論の活気を成したその叙述に際して、アドソが基礎に置いたのが、第二テサロニケ書の第二章であった。その反キリスト描写は、それ以前に流布していたものよりも、キリストの後換のパロディ色が強いものだが、その中で、反キリストがエルサレムで偽の奇跡を起こして、指示を集め、その一方で恐怖によっても人々を従えることなども、紹介されている。 彼の反キリスト論は外活的なものではあったが、他方で物語的でもあったために中世を通じてそこに多くの誇張が加えられ、反キリスト像の形成に大きな影響力を持った。ルネサンス期になるとマルティン・ルターが現れて宗教改革を行うが、このルターがローマ教皇を反キリスト呼ばわりしていたことはよく知られている。 彼がその際に引き合いに出したものの一つが第二テサロニケ書であった。また同時代のイングランドのジョンジュエルも聖パウロがテサロニケ人へ送った二通の手紙仲介において教皇がハンキリストであると主張した。しかし神の宮に座する不法の者のを教皇庁に君臨する教皇とみなす発想はすでに中世から見られたモチーフでもあった。三章十節には 働こうとしないものは食べることもしてはならないという一説があり、これは後のキリスト教徒の職業観、労働観に広く影響したものであるとともに、働かざる者食うべからずという表現が広く知られる元となった。ここで書かれている、働こうとしないものつまり、怠惰な者とは、あくまでも正当で有用な仕事に携わって働く意思を持たず、働くことを拒み、 それを日常の態度としているものと解される。つまり、病気や障害によって働きたくても働けない人や、非自発的失業者を切り捨てるような文言ではない。この格言のような句は、実際にはパウロの他の書簡に出てこないのは、もちろんのこと、旧約、新約の他の箇所にも見られない。また、ギリシアローマの古典にも見出されない。そこで、その起源は推測するしかないが、 大きく分けると、ヘレニズム起源説とヘブライズム起源説に分かれる。これについては、ヘレニズム文化において、肉体労働は重視されることがなく、また主人に対して、奴隷の使い方を勧告した言葉が元になっていると、見ようとしても、この国は新役の意味合いが含まれていないことなどから、創世記や神言で示されている労働感とも結びつく、 ヘブライズ向き言説の方に文があると見られている。この句はあくまでも一世紀当時の浮ついたテサロニッケ教会の人々に即した勧告であって、全時代的、普遍的な労働の黄金率を示したものと解釈されるべきではない。しかし、古代から中世にかけての聖職者の生活には、この句が強く影響した。古代の恐怖たちも、労働の重要性を解く際にこの句を引いており、 アレクサンドリアのアタナシオス、カイサリアのバシレオス、ヒッポのアウグスティヌスらの著書にそうした下りを乱すことができる。さらには、ベネディクト会の標語、祈りかつ働けもまた、この句に基づくものであるが、当時積極的に評価されたのは、修道院での労働である。もっとも、宗教改革が起こると、ジャンカルバンは逆に、修道士や司祭が他人の汗によって養われているとして、 この区の仲介で、聖職者に対する批判を展開した。また、宗教改革期に、世俗的な職業労働も、積極的な評価の対象に入るようになった。その中で、ピューリタンのリチャード・バクスターは、全キリスト者に与えられた神からの義務として、職業労働を位置づける際に、働こうとしない者は、云々を神からの命令として、引き合いに出し、 市民的労働官の形成に寄与した。この句を、労働価値説に基づいて、働かざる者食うべからずと改変したのが、ソ連及び、ソ連共産党の初代指導者、ウラジー・ミル・レーニンである。彼は、同等の機関紙、プラウダ第17号の論文、競争をどう組織するかで、働かざる者は食うべからずは、社会主義の実践的解律であると述べた。 この論文は、ユリウス歴1917年12月25日から28日に執筆されていたものであり、この概念は、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の1918年憲法で初めて定式化された。その第18条の条文には、働かない者は食うことができないと明記されている。さらには、ソ連の1936年憲法第12条にも、 この表現があり、同様の規定は第二次世界大戦後の東ヨーロッパの共産主義諸国の憲法にも見出すことができた。ことに、ルーマニア人民共和国憲法の第十五条には、働かない者は食うことができないの文言がある。日本国憲法の勤労の義務は、マッカーサー草案や内閣の草案で勤労の権利しか盛り込まれていなかった条項に、 衆議院での審議の際に日本社会党の提案によって過失されたものである。この社会党の提案にスターリン憲法の働かざる者食うべからずからの影響があったとも言われている。また、かつては憲法学者の宮沢俊義のように日本国憲法の勤労の義務を不労所得の排除までは行かずともその制約を認めうる規定として共産主義諸国の 働かざる者食うべからずの原則とつながるものと解釈する者も,もいた。ベーシックインカムの議論なども持ち上がっている21世紀の日本では働かざる者食うべからずという言葉は労働を申請しする者としてやり玉に上がることもしばしばであるが、むしろ本来の働こうとしない者は食べることもしてはならないの国立ち返った上でその本来の意味を正確に受け止め直し、 社会に生かしていく方とを模索すべきことも提案されている。ありがとうございます。